皆さんこんにちは。2週間ぶりのすいませんはい、タイラコゼラジオです。あゆいサモールのお時間です。さあ2週にわたりちょっとお休みをいただいてしまったんですけどもね、大変皆さんご心配ご迷惑をかけ大変申し訳ございませんでした。先々週はねちょっと体調を崩してしまって、もちろんスタジオに向かうつもりでちょっといろいろ進めてたんですけども、まあ、来る最中にちょっとあまりにも具合が悪くなっちゃってちょっとお休みを急遽させていただいたんですけども、無事元気で過ごしておりまして、で先週はですね東京と名古屋の方のライブがあったためちょっとお休みをねさせていただいたんですけども、やっとねなんか2週間ぶりとなるとスタッフの皆さんともこのスタジオもなんかすごい久しぶりな感じがして、なんかあーって感じなんだけど、いやーもう本当2週間ね丸々ちょっとお休みをさせていただいて本当申し訳なかったです。楽しみにしていた皆さんもう本当すいません。今日もね元気に楽しくお届けしますのでね、どうぞお付き合いの方よろしくお願いいたします。さあこの2週間ねちょっといろんなことがいっぱいありすぎてもう話すことがいっぱいあるわけさ。なので今日はですねお題はですねフリートークです。なので私の出来事を聞いてください聞いてくださいでお付き合いくださいっていう感じなんですけども、もういろいろねいろんな話をねちょっとさせていただけたらなって思ってます。でそれに対するメッセージをね、皆さんからいただけたら嬉しいなと思ってるんですけども、はい、この番組ではメッセージお待ちしておりますよ。メールアドレス 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653、934-8653。FM 小座ではユーストリームとツイキャスでネット配信もしておりますので FM 小座のホームページから見ることができます。そちらの方もね動画とね、見ながらまたラジオを聞くっていうのも楽しみの一つだと思いますので、ぜひご覧いただけたらなと思ってます。さあそしてね今日のお試し合点はですね、ちょっと皆さん小さい頃に子供の頃とか召し上がったのかな、食べたのかなとかって思うんですけども、私は実は食べたことはなくって、うちの子がねよくスーパーに行くと買うんです。で美味しいのとかよく聞いてるんだけど、まあ食べさせてももらえず食べる気にもあんまりなれずっていう感じで、見て見ぬふりをしてたものなんですけども、いやそういった子供向けのお菓子ってどうなのかなとかって一人で思いながら、じゃあ今回ちょっとねそれをチャレンジしてみようと思ったんですけど、よくテレビでも CM は私もよく見てました。ねるねるねるだっけ、ねるねるねるね言えてもないしね、ねがいくつあってルーがいくつになるかも分かってないみたいなね、それをねちょっとお届けしたいと思いますので、そういったねお菓子の思い出などあったらね、ぜひお試し合戦のコーナーでぜひメッセージくれたら嬉しいなと思ってます。さあ早速ねツイキャスの方が来ております。ルドルフさんから来てますね。はい、さいこんにちは、小杖さん、メグさん、今日も楽しくお久しぶりですということで、はい、ルドルフさんお久しぶりです。今日もね天気もいいので沖縄はね、なんか気持ちがやっぱスカッとするね、天気のいい日はねすごいテンションも上がるなーっていう感じなんですけども、楽しくお届けしますので最後までお付き合いお願いします。そしてタルスケさん、のほーん、小杖ちゃん、メグさん、こんにちは、先週のライブお疲れ様でしたーって、はい、タルスケさんね、もう忙しい中もう慌ててさ私のライブに駆けつけてくれて、もうね楽しんでいただいて、もうねライブでも一緒に踊ったりしてさ、もうその後慌ててまた電車間に合わせて帰ったんですけどもね、本当慌てぃ慌てぃしてもうすいませんね、もうそんな中駆けつけていただいてもうすごく嬉しかったです、ありがとうございました。そして野の中の銀のホタルさん、ひゃほいってすごいテンション高いね、ひゃほいって呼んでいい、こじゅえシャーンってことで、もう読みづらいなこじゅえシャーンって来てますけど、はい、今日もね最後までお付き合いの方よろしくお願いいたしますね。はい、ではここで早速でありますけども一曲お届けしたいと思います。平小杖でワイドブッシュ聴いてください。
タイラコゼラジオでさあゆいさもーれ。この番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りしております。はい、ね、先週はもう先々週だね、2週間もうなんかね短い時間にねいっぱいいろんなことがわーってありすぎて、皆さんに伝えたいことがいっぱいあって、何から話そうかなと思って手帳めくってもう逆算して話そうかなとかって思ったんだけど、まずね我が家にね家族が増えたわけ。そう、家族っていうのはね、あの私幼い頃犬は飼ってたけど、もうそれからあんまり動物っていうのを飼ってなかったわけさ。で子供が生まれて、で子供が喘息があるからなかなかこういった動物は飼えないなーなんて思ってたけど、でも犬とか猫とか飼ってあげれることはちょっと勇気が出なくって飼いきれなかったんだけど、たまたまね先月の末か3月の末にあの家の近所の保育園があって、でそこにコウサギが生まれたよっていう話も聞いてて、うーん、でうちの妹の知り合いの知り合い遠いねがこのコウサギをもらうんだってっていう話をしてて、へえそうなんだ、じゃあちょっと見てこようと思って行ったらですね2匹のコウサギがいたわけで、真っ白で目が真っ黒のウサギと真っ赤のウサギがいて2匹ね、へえと思って、私さウサギの目が赤いのってなんか初めて見たはず、なんか衝撃受けて、あ、目が真っ赤と思って、でもちょっとびっくりして、でも私だったら目の黒いウサギ飼うかなとかって思ってたら、息子がそれ見て、え、めっちゃ可愛い、目が真っ赤っかのウサギってなんか可愛いっていうかかっこよくないみたいなこと言い始めたわけ。え、そうかって言って、お母さん黒いのがいいなとかって言ったんだけど、可愛いねとか言ってて、
本当だ可愛いとかって言ってて、そしたらいつの間にかこの飼育小屋から離れられなくなったわけさ。ずっと見てしまってて、そしたらお母さんウサギって飼えるのって言うから、飼えないこともないけどどんなして飼うのかなみたいな、ってじゃあちょっとメイクマンに行って調べてみるみたいな話になってしまって、でそっからそのままメイクマン経由になっちゃって、でメイクマン寄ってってやって、メイクマンでウサギってどんなし飼うんですかって聞いて、こうこうこうでいろいろ聞いて、あだったらゲージの中だったら飼えないこともないなとか、で吠えるわけでもないしね、そんなに行動範囲が広いわけでもないし、いやいいかなウサギだったらとか思って、そしたらもう飼う気満々になってしまったわけ、私も息子もね。でそれで、あじゃあ買おうかみたいな感じになって、このなんていうの、保育園の飼育係さんにウサギ飼いたいですっても言ってないのに、ゲージともういろいろ餌とか買い始めたわけさ。で帰ってからね、飼いたいですと、いいですかって言ったら、あいいですよ、2匹のうち1匹はあのうちの妹のね、知り合いの知り合いが飼うことになってるけど、でもどのウサギっていうのは決まってないから、うん、先にじゃあ決めていいですよってなって、そしたら私はもう黒い目の白い子ウサギを飼うつもりで、それを捕まえようとしてたわけだけど、わかるんだねウサギってね、土の中の穴に潜ってからさ出てこないわけで、あの好きな餌があるって言ってそれを出して、あの餌で寄せようとしてたけど来ないわけ、逃げ回って、でどうしようどうしようってやってたら、うちの息子がさ、なんで赤い目のウサギちゃんがいいのにって言うわけ。あ、わかった、じゃあもう赤い目のウサギちゃんにしようねって言って、でこのウサギちゃんはそんなすばしっこくないもんだから、で結局私の手で掴んで連れて帰ってきたんだけど、いやウサギがこんなに可愛いと思わなかった、もうちょっと親バカになった、ハマった。で、あのなんていうのかな、あのハムスターとか飼う感覚かなとか思ってたけど、それよりもっとちょっと愛情が、なんて表情があるっていうのかな、うん、怒ったりするわけ。私がたまたまあのカゴに取り付けるものがあって、ガシャンってちょっと音を出してしまったのね。そしたらさ、後ろ足を両足ピョンピョンしてさ、ドンドンドンってから怒ってるわけ、私に威嚇してるわけさ。あ、怒るんだとか思って、そういうことも覚えたりとかで、夜中にさ、あの餌箱がプラスチック のお皿 でそこにあのフードを入れてるのね。そしたらこれがなくなったらさ、鼻で押してからさ、カゴに押し当ててからガンガンしてから餌くれっていうわけ。そういうこともわかるのウサギってとか思って、でそしたら翌日にはね、あのスノコのをあのスノコを引いてたんだけど、ちょっとおしっことおトイレがまだちょっとあの上手にできないから、ちょっとプラスチック製のスノコに変えたのね、うん、そしたらこのウサギね、このプラスチックのスノコが滑るもんだからさ、餌箱を鼻でさ押してからさ、ぐる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 遊んでるわけで、ガラ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 ずっと夜中も音立ててからさ、もうなんだこのウサギと思いながら、そうちょっとやってたんだけど、そしたらあまりにも今日さ餌食べないから、ウサギの顔の目の前にさこのお皿持ってきて、食べる食べるってやったから、鼻でね押し付けるわけ、いらないって。そういうことするんだあんたとか思ってさ、でそれがあのちょっとオスかメスかもわからなくって、このウサギをちょっと病院に連れて行きたくて、でそしてまた耳の方でね、ちょっとあのなんか皮膚炎みたいな感じでカサカサしてるのがあったから、あこれはちょっとなんかあの悪いものだったら嫌だなと思って、で病院連れて行きながら、ちょっとオスかメスかとかいろんなの調べてもらったら男の子で、であの先々週ねラジオ放送する予定で、あの皆さんから名前をね、ウサギの名前を募集したかったわけで、で名前がわからなかったから、
うちでうさこうとかうさちゃんとか呼んでたけ、もう定番な感じでね、名前決まるまでと思ってたんだけど、で男の子だよっていうの分かったから、息子がね、どうする、名前何にしようかな、もううさでいいんじゃないとかいう話になったわけ、うさでいいんじゃないとかいう話になったから、とか言ってて、で結局この子の名前がキリトくんっていう名前つけたわけ。キリト、すごい難しい名前つけて何かキャラクター漫画かなんかにあるらしくって、その名前がかっこいいって言ってて、で男の子の名前何がいいって聞いたら、キリトっていう名前になって、でお家ではキーリーキーリーって呼んでるんだけどね、まだまだ覚えてはくれないけど、そういったウサギが来るという、我が家に来るというちょっと楽しい出来事があったり、そしてね、4月の2日だな、2日日曜日に私の CD プロデューサーでもある森正明ニーニーがさ、ビリーバンバン の, ライブでサポートギターで沖縄市民会館に来るっていうことだったので、私もチケットを買ってちょっと見に行ったのね。そしたらさ、もう桂木由紀さんとかさ、山本リンダさんとかチェディッシュとか、もう昭和の歌をね、ヒット曲を出した方々がたくさんいて、でその中でも本当ね、私たちの年齢では、年齢層ではなかったんだけど、だからちょっと年齢層高めのお客さんがいて、でその中で私たちがいたから、もうみんな振り向いてね、なんだ2人はみたいな、若い2人はみたいな、でしかも席もね、前から4列目ぐらいのすごい目の前でそういうステージを見させていただいたんだけど、いやーすごいね、その時代ではないんだけど、名曲っていうのをずっと耳にしたことあって、あ、この曲知ってる、この曲知ってるとかって思って、すごく口ずさんだりとすることができて、すごく楽しかったんだよね。でその中でも山本リンダさんとかさ、桂木由紀さんとかさ、すっごいかっこよくてさ、もうってもうスタイルもいいし、もうびっくりだよね。でそしてビリーバンバンさんは大トリを務めていたんですけども、お兄さんの方もね、車椅子で参加をしてましたけど、実はビリーバンバンさんのリハーサルは私見たことあるんですけども、だいぶ前なんですけどね、でもライブで生のこの歌を歌ってる姿を見るのは初めてで、で聞いたんですけど、もうなんて素敵な声なんだろう、もうすっごい癒されて、いやーと思ってたら、あ、そうだ、正明兄にも、 CD プロデューサーの正明兄にも、あれ、しっかり演奏してる姿を見るのは初めてだと思って、なかなかね、見る機会はなくて、隣でね、私の隣でサポートギターとして参加してることはあってもね、客観的にステージを見ることはなかなかなかったもんですから、いやこの機会にね、こういうふうにじっくりステージを見させていただいて、こんな素敵な方の演奏で私は歌わさせていただいてるんだなと思って、ちょっと改めてね、そういうことを知ることができて、あーすごい楽しいステージというか、いろいろ勉強させてもらったりとかね、すごく刺激のあるステージをね、見させていただいたなと思ってて、でまたね、沖縄に来る機会をすごくちょっと楽しみにしていたいなと思うんですけども、初めてちょっと楽屋の方もお邪魔させていただいて、このビリーバンバンさんにちょっとご挨拶もさせていただいたんですけどもね、とても気さくでお話をしていただいて、すごく嬉しかったですね。なのでまた機会があったらね、沖縄に来る機会があったらね、すごいがっつりなライブを楽しみたいななんて思っています。なのですごいね、だから楽しいステージを見ることができてね、週末ね、なんていうのかな、充実した時間を過ごさせていただいたななんて思ってますけど、でそれからね、木曜日、6日だね、4月の6日に東京のね、王子にありますハイビスカスのお店がもうね、移転をするっていうことになってて、でそこで移転先ではちょっとライブがもうできないと、なんていうのかな、料理を出したりとかそういったことすることしかできないっていうことで、もうライブができなくなるっていうことだったので、もう私もここ 4,5 年ぐらいかな、すごくライブでお世話になってまして、で
東京に行くときはハイビスカスでライブをするっていうことが多かったもんですから、で最後にちょっと私も参加したいなということで、ウジャイチチャイっていう県立芸術大学の卒業生の皆さん OB の皆さんなんですけど、このお二人とそして横目広道、横目広也の横目兄弟のね二人のライブと、そして平小瀬のライブ、この3名が一緒になってこのステージをさせていただいたんですけども、もうたくさんの方が来ていただいて、その中にねなんとなんと太郎介さんも参加していただいて、ね、もうお忙しい中足を運んでいただいたんですけども、はい、ね、このライブもすごくたくさんの方が来ていただいて、でトップバッターに横目兄弟が歌って、そして私が歌って、でうちゃいちっちゃいの皆さんが歌ったんですけども、すごく最後はね楽しくみんなで、締めさせていただいたんですけど、また移転先ではねちょっとライブはできませんけども、美味しい食事を食べに行きたいななんて思ってて、でそして翌日はですね初の名古屋でのライブだったんですね。でコザ A サインバーっていうところだったんですけども、秋吉さんっていうオーナーがいて、彼のこのライブハウスの2周年の時に琉球ちむどん楽団のサポートとして私参加してたんですね。でその時にライブに行ったのが9年前でした。はい、で9年前に歌って、あれ以来名古屋でのライブがなかったんです。で平小瀬としてはもちろん初めて行って、ね、そしてもちろん名古屋の方々にたくさん見ていただいたんですけどもね、名古屋のライブも最高でしたね。横目兄弟と平小瀬のツーマンライブだったんですけども、最後に私は歌わさせていただいたんですけども、もちろんみんなでね左右サモーレで大盛り上がりしていただいて、本当ね名古屋では初だったんですけど、ね、今年はちょっと名古屋だけじゃなくてまた大阪も行ってみたいなとか、知らない土地でもちょっと歌ってみたいななんて思ってるのでね、沖縄だけではなくていろんな土地の場所で県でね歌えたらななんて思っております。本当ライブに駆けつけていただいた皆さん大変ありがとうございました。はい、ではねちょっとねバーッとね2週間ぐらいの出来事をねちょっとお話しさせていただいたんですけども、はい、ルドルフさんからはねツイキャスの方が来てますね。あ、キリトくんですか、俳優さんがいるんではって、あ、そうなのかな、なんとかキリトとかいるのかな、わかんないけどちょっと調べてみますね。そしてお客さんはビリーバンバンさんの、ね、ライブ行った時に60代かもって言ってて、もうすごかったよ。ペンライトとかさ、うん、なんかね夢グループっていう通販会社が企画するコンサートだったのね。なのでペンライト売ってたり持ち入りモナカ売ってたりサンバイザー売ってたり、うん、カラオケマイク売ってたり、もうすごくって、もう妹とね私行ったんだけど、へーと思ってて、平子勢何売ろうかなみたいなもうフライパンでも売ろうかなみたいなすごいなみたいな、もうほんとすごい、なんか衝撃的でした。なかなか沖縄で見る機会のない光景のないなんか販売物にねちょっとびっくりしたっていう感じだったんですけども、はい、太郎介さんがビリーバンバンさんは小学校の時に、歌を聞いて好きになりましたよって言って、はい、沖縄ではねなんだろう、イチコの CM って最初はやってなかったんだよね、うん、で後から流れるようになってまた君に恋してるが流れたのかな、うん、っていう感じだったからね、私ちょっとなかなか知らなかったんですけどもね、うん、いやすごいですよね。また君に恋してるは昭和と平成をねまたいでね、曲がすごくヒットした曲なんだっていう話をして、あ、まさにそうだなと思っててね、すごい名曲をね私もカバーさせていただいて本当幸せだなって思いました。さあではここで平小瀬の曲もう一曲聴いていただきましょう。平小瀬で彼方へ。空とどこまでも
はい、ではメールの方も来てますので読ませてください。さゆいさんもリスちゃんだよ美しい平子ぜいさん、可愛らしい小石田純一さん、ん小石田純一さん、誰のこと言ってるの
写真？写真は添付もされてますけども。うさぎの仲間、げっし類のリスちゃんです。今、東京で流行っているのが、駄菓子屋バー。そういったのもあるんですね。池袋、恵比寿、渋谷、人形横丁などにあります。2500円で駄菓子食べ放題、お酒飲み放題です。いくら食べ放題も、お腹いっぱいになりませんってだからまたしても冷水です。メイグも連れて行ってあげたいね。では楽しみにしてます。新横浜に近いところなら川崎にも駄菓子屋バー川崎店がありますって。こんなのもあるんだ。最近さ、いろんなのあるさ、せんべろって何かなとかも思ったわけ。せんべいの何かの、なんかなのかなとかさ、料理なのかなとかさ、いろんなこと思ってたわけ。私、お酒飲まないさね。そしたら、1000円でベロベロになるぐらい飲めるってことなんだよね。そういったのもあるんだなぁ、なんて思ったけどね。いやだからいろんなお店があるんだね。駄菓子屋バー、そうね、お腹いっぱいはならないな、駄菓子屋バーではな。まあ糖分がだいぶ多いけどねはい、ではね、続いてのコーナーに参りたいと思います。小杖のお試し合点のコーナー、イエーイさあ久々に始まりましたよ。はい、今日はですね、先ほども紹介いたしました、子供たちがねよく作って自分で食べるおやつっていうかね、楽しんでますけども、今日はね、ねるねるねるねっていうのなんですけどね、これ私間違えてたのかな、ねるねるねるねって思ってたわけ違うんだね、ねるねるねるねなんだね。いやね、いつも子供が、息子がよく買うんだけど、なかなかね、食べようっていう気にもならないし、味させてっていう気にもならないし、まあそもそも息子は私にあげる気ないしみたいな、でそういったのでね、ちょっとね、大人がこんなの食べるのもどうなんだろうって思うんだけど、でも子供が食べてるものはちょっと味してみたいなーなんて思って、私は幼い頃にちょっと食べた記憶がちょっとなくてね、今日はねちょっと食べてみたいなと思うんですけども、このねるねるねるねはですね、トレイがついてて、でこの混ぜるところとちょっとトッピングで使うところがあって、この容器にね、いろいろ粉類が 1,2,3 袋あって、それを順番に入れて子供でも作れるようにね、説明書があって、でこれを一つずつ入れて作っていくっていうのなので、ちょっと今ね番組中ではありますけども、それをちょっと作るところから始めたいなと思っております。はい、もう3分クッキングぐらいな感じだけど、3分かかるかな。はい、じゃあまずね、トレイの中にまず1番というのの粉をねちょっと入れてみたいと思います。でその粉を左の丸い容器に入れて、でそこでですね、ちょっとスプーンがついてるので 5cc って書いてあります。その 5cc を1杯水を、あれちょっとすくえないな、1杯水を入れてスプーンでよくかき混ぜるっていうの書いてあるね。で1番を入れてスプーンでよくかき混ぜて、そしたらね、今ね青紫みたいな色になってる。すごいなんか濃い青っぽい紫色みたいなのがなってて、でその混ぜたところに次は2番の粉を入れてくださいって書いてあるね。ね、この2番の粉を、じゃあこの青紫のところにね、2番の粉をちょっと入れますね。よいしょ、じゃあ入れてみます。まあ見た目は白なんだけどね、白い粉をちょっと入れてみますね。でそれをじゃあまた混ぜるんだね。あ、色が変わった。おお、これはピンク紫みたいな色に変わって、ちょっとね、この混ぜてる感触がね、ちょっとふわっとしてる。生クリームがちょっと固まった感じ、だんだん固まってきた感じで、ホイップクリームのような感じにはなってきてるんだよね。
でそれをどうするんだ。3番のキャンディチップをトレーに、あは、じゃあこの3番の粉をこのトッピングだね、それを今度右のトレーに入れると。はい、ちょっと入れてみますね。あ、なんかね、なんて言ったの、あの角砂糖じゃない、なんだっけあれ、コンペイトを砕いたみたいなね、カラフルなね、ピンクとか黄色とか青とか白のなんか宝石チックなね、キラキラした感じのものがこのトレイの中に入ってるのね。でこのネルネルネールのこの元をこの宝石チックなキラキラしたトッピングにつけて食べるってことだな。はい、ちょっと食べてみたいと思います。ちょんちょんちょんって、いやなんかカラフルだね、すごい色だね。いただきます。超えるこのジャリジャリ、酸っぱい、うん、酸っぱくて鳥肌立ってる酸っぱい、いやーなんかね、食べてみる、食べたことある、覚えてる、すごくね、なんていうのかな、感触はね、あのこの飴みたいなガリガリ感があるんだけど、このふわふわふわっとしたのがね、すごく酸っぱくて、いやーなんかあの口の中でモハ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 ってなるのよでこのトッピングのキャンディーみたいなあのキラキラのいろんな色のがね、あのすごい、メイクさん結構大きな口で言った、酸っぱくない、メイクさんもジャリジャリ、スタッフのメイクさんも言ってますけども、酸っぱいよね結構ね。いや子供たちってこういうのが好きなのちょっとすごい酸っぱいんだ、あのちょっとねブルブルって震えるぐらい酸っぱいよね、うーってなるぐらい子供たちこんなのが好きなんだ。いやちょっとなんかね、ちょっともう一回食べてみる、うん、あ酸っぱいわ酸っぱい。でもさ、後からこのキャンディーがガリガリのキャンディーが甘いから、うん、ちょっとあの口をコーティングしてくれるんだけど、いや酸っぱいわ。だけどさ、これが冷たいでもなくぬるいさ、なんか変な口の中でモワモワってなるんだよね。ちょっと膨れ上がるではないけど、うん、シュワシュワっていうのかな、なんていうのかなっていう感じで、今思い出したけどさ、ああいうお菓子もあったよね、綿菓子の中に弾けるパチパチするようなお菓子、うん、それのコーラ味とかだったかな、うん、それをよく食べたのを覚えてるんだけど、わあびっくりしたな、こんな酸っぱいとも思わなかった。子供たちってこんな酸っぱいの食べきれるんだね。えレモンぐらいあるんじゃない、まあぶどう味だから、まあすごいなんか甘い香りはするけどね、甘い香りの反対にちょっとなんかあまりの酸っぱさに身震いしてしまったっていうのはちょっとびっくりしたんだけどねううって本当久しぶりになったねちょっとねもう口直しにちょっとお茶飲みたいと思いますいやー子供って不思議だな、こんな酸っぱいの食べないはずだけどな。なんか和え物とかもさ、あの酢が入って、お酢が入ってるとあんまり好きじゃなかったりするからさ、食べないとか言ったりするけど、こんなお菓子は食べれるのにさ、ちょっと矛盾してるな子供。いやーそっか、こういったの子供食べてるんだ、ちょっと不思議だったんだよね。それをよく買うけど、なんだ美味しいのかなとかって、まあ作る楽しみがあるからさ、やっぱり実験みたいに1の粉入れて、水入れて、2の粉入れて混ぜてってやって3番をつけて召し上がるみたいなね。いやーこれ残りのものを食べる勇気はちょっとないな私は。もうメグさん食べれる？もういいって感じいやー今日のはね、あルドルフさん来てます、あ、
とルドルフさんがね、種類もいっぱいあるみたいですねということで来てますけど、野の中の銀のホタルさんがちょうだいってな、食べたい、スーパーに結構いろんな種類あったな。そして野の中の銀のホタルさんがパチパチキャンディーもあったよねって、あったね、あったあった、懐かしいな。でルドルフさんがブドウ味ソーダ味とかあるみたいですよって、あ、ソーダ味、いろんなのあるんだな。いや、さっきもちょっと話してたんだけど、パンダの模様のさ、あれなんていうのお菓子だったかな、あの筒状のもので、スティックのこの、クッキーみたいなスティックのお菓子で、でチョコとこの、トッピングのチョコ、あのプチプチした細かいチョコをつけて食べるんだけど、そういう話をしてたら、私この筒をね必ず倒すんだよね、勢い余って、で粉のものがバーって散らばって、ああみたいな、子供を怒れないぐらいこの粉を散らかしてしまうみたいなことをしてしまうんだけどね。でいろんなお菓子があってね、本当にやっぱり子供が食べるものを一度口にしてみないといけないね、子供からね、ちょっと味見をね、ああこういったの食べてるんだなと思うとちょっとびっくりしたな、私は意外だったな、まあ今日はちょっと私の中ではこのお菓子は合点ならずって感じかな、残念ながらね。じゃあ次週はちょっと美味しいお菓子をお持ちしたいと思います。さあではね、ここからはちょっといろいろスケジュールのね、ライブスケジュールのお話をさせていただけたらななんて思っております。さあ今月4月はですね、まず明日ですね、ちょっと急遽になりましたけども、平小瀬のワンマンライブがあります、4月15日なんですけども、明日、場所がですね、うるま市に、私の地元でありますライブスポット E で行われます平小瀬ワンマンライブですけども、ゲストにですね、玉城流佳代の会宮里佳代子流部研究所の皆さんが参加してくれます。はい、こちらライブスポット E はですね、うるま市緑町にあるんですけども、会場時間が19時、そして開演が20時となっております。ライブチャージは2000円となっております。お問い合わせはですね、ライブスポット E までお願いいたします。080-1789-5155、080-1789-5155、詳しくはですね、平小瀬のホームページでもご案内させていただいておりますので、そちらの方もね、ぜひチェックしていただけたらなと思っております。はい、そしてですね、もうあと2つちょっと告知があるんですけども、もう4月に入りましたけども、4月の23日ですね、島全部で大きな祭ということでね、沖縄国際映画祭が第9回行われますけども、そこでですね、4月23日日曜日ですね、全然もうだいぶ前だね、去年の夏からちょっとお話しさせていただいてます、カーラヌカンという映画がありまして、これはですね、ガクトさんが主演の映画なんですけど、それの上映が決まりました。この上映日がですね、4月23日日曜日17時10分からの映画上映です。三浜セブンプレックス、茶炭の方になりますね。こちらはですね、ガクトさん、主演の木村さん、そして、お笑いのね、キムニーですね、がいたり、そして、浜野監督もいらっしゃるそうですのでね、すごく楽しみにしております。うん、なので、私もこの上映の、オープニングと、そして、この映画のシーンで、ライブシーンを、収録させていただいておりますので、それをね、ちょっと、私もどういう風に映ってるのか、どういう声になってるのか、すごく楽しみです。なので、それをね、見に行けたらな、なんて思ってます。皆さんもね、ぜひ、島全部で大きな祭をね、チェックして、ぜひ、国際映画祭、ね、ホームページ見て、ぜひ、会場に、出向いてくれたらなと思ってます。私もね、4月23日、17時から見に行きたいなと思っております。はい、そしてですね、もう一つなんですけども、情報が解禁になりました。実は、DJ笹さんプロデュースのね、CD に参加させていただきました。この DJ 笹さんの CD ですね、いろんな方が参加してるんですけども、平小瀬もですね、民謡ではありません。沖縄の民謡ポップスでもありません。完全なポップスをね、
歌わさせていただきました。今日初めてですね、この視聴用の音楽が来て、すごく私もびっくりしたんですけども。まあ完全なポップスをですね、私が歌ったっていうことは拳がバリバリということです。その曲がですね、イージューライダー、奥田民生さんの歌ですね。それとですね、瞳を閉じて、平井堅さんの曲、この2曲を歌わさせていただいたんです。なのでFacebook の方でもご案内しているんですけども、視聴が聞けますので、ぜひ聞いて、この発売がですね4月の26日発売となっておりますので、この日をねぜひチェックして、全国で発売されますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。なんと今回ですね、大きなレコード会社のビクターさんから出させていただくことになったので、もう生まれて初めてだよね、こんな大きなレコード会社から出させていただけるなんて。はい、それがねポップスで拳の効いた歌いやー、もう私これ自分で聞いて自分でお笑いしちゃったなかなか自分でも聞き慣れないし、すごく、どういう風にレコーディングされてるのかななんてすごく不安だったんですね。でもさすが DJ 笹さん、うまい具合にねちょっと DJ に乗せて、すごくいい曲に仕上げてくれて、でもたくさんの方参加しておりますので、私だけではないんですね。島みずきさんというね、沖縄の民謡ポップスを歌ってる方だったり、であとですね、平真理子さんだったりとか、夏子さんっていう方だったりとかね、ちょっと夏子さんっていうことは私まだお会いしたことはないんですけども、いろんな方が参加してます。全10曲入っての2200円プラス税となっておりますので、お近くのねレコード店でぜひご予約をして、ぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、タロスケさんがね CDCD と言ってますけども、はい、タロスケさん全国で買えますので、ぜひそちらの方ねチェックして聞いていただけたらなと思います。あ、ルドルフさんが早速ね案内をしてくれてます。はい、ありがとうございますね。はい、だこういう形でね、今回ちょっと久しぶりのなんていうのかな、いろんな人のね、いろんなアーティストさんが一緒になった CD を出させていただくものに参加させていただいて、本当ね楽しみにしてるんですけど、その反面ちょっとなかなか歌わない曲だったので、レコーディングもすっごく不安だったんですけどもね、まあ本当に聞いて、ちょっとまだサビの部分しか聞けないんですけども、ちょっと一安心したという感じなんですけどね、ぜひ皆さんも CD を聞いてちょっと感想など聞かせていただけたら、嬉しいなと思っております。まあこういう感じで宣伝をちょっとバババッとライブ情報などをお届けいたしましたけども、はい、詳しくはですね平こづえで検索してください。Facebook だったりホームページだったりご案内しておりますのでね、はい、こちらにも書かれてますね。あと7日、国際映画祭まで7日ですっていうカレンダーがありますからね、うん、ぜひね、私もすごく映画も、そして CD も、そして明日のワンマンライブも、楽しみにしておりますので、お時間が許す限りぜひ皆さんね足を運んでいただけたら嬉しいです。さあ、それではあっという間の1時間かなと思ったんですけど、あ、メールの方も来てるみたいですね。ちょっともう一度読ませてください。はい、のほん、こづえさん、めぐさん、リスナーの皆さん、こんにちは。先週のライブお疲れ様でした。自分はライブ当日13時から娘の入学式があり、16時までかかってしまい、その後、なんだっけ、これは即着替えて嫁さんに駅まで送ってもらい、電車でハイビスカスへゴー、会場に着いたら、あれは一番乗りだったんでしょうか。そうです。すごい慌ててきたはずなのに、一番乗りで。そうそう、びっくりしたんですね。で、お客さんがまだいなかった。こづえさんも開演前のリラックスでしばらくお話をさせていただきました。横目兄弟から始まり、こづえさん、おじゃいちちゃいと素敵な歌を楽しみました。もちろん料理も泡盛も、終電には間に合わないと、間に合わせないといけなかったので、ライブあとはゆっくりできませんでしたが、横目兄弟、うじゃいちちゃい、以前こづえさんのライブに来ていたお客さんに、得意の名刺配りをして帰りました。やっぱり生歌はいいよね。ありがとうございました。またよろしくお願いします。タロスケっていうこと来てます。タロスケさん、ありがとうございます。そう、タロスケさんね、オリジナルの名刺を持ってて、リスナーっていう名刺があってね、それをね配ってるんですよねお客さんに。もうおかしくて
みんながツボにはまってて、すごい名詞だね、リスナーって書いてあるよって言ってて笑ってたんだけどさ、すごいインパクトがあって、うん、皆さん喜んでました。またね、次のライブで皆さんと会えるの楽しみにしててくださいね。また機会がありましたらね、関東方面に行けますので、その時はまた足を運んでいただけるとすごく嬉しいです。さあではね、エンディングの曲が流れてきましたけどもね、はい、野の中の銀の蛍さんもツイキャス来てます、楽しそうな曲って、はい、楽しそうな曲たくさんありましたよね、うん、なのでぜひチェックしてね、聞いてみてくださいね。まだね、あの26日までは日にちありますけども、あのネットではあの予約注文っていうのができたので、ぜひよかったら予約注文して、早くね、手元に届くように注文してみてください。はい、それではね、あっという間の約1時間皆さんお付き合いの方大変ありがとうございました。それではまた来週ね、この時間でお会いしたいと思います。それでは本日ね、あっという間の時間で、もうねるねるねるの味が口でなんかホワンホワンって酸っぱい味と甘い味とかもうごしゃごしゃになってて、もう今後味悪い感じになってますけどもね後で美味しいもの食べて口直しちょっとしたいななんて思ってます。さあではこの番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りいたしました。それではまた来週お会いいたしましょう。ありがとうね、バイバイ。